西海市にある全校生徒102人の県立西園木高校です。この春、5年ぶりに女子バレー部が復活しました。部員は九州文化学園から転校してきた 2,3 年生17人と新入生5人の22人です。新しい場所で始まったなっていう気持ちになりました。もっと西園木高校が有名になるぐらい頑張っていこうと思います。全国大会の優勝回数15回を誇る九州文化学園のバレー部です。43年間チームを率いた井上弘明監督のもと、絶対的なエースはいなくても全員で拾ってつなぐ心のバレーで勝利を重ね、全国にその名を轟かせてきました。ところが井上監督は3月末に定年退職で旧分を退任し、西海市の声かけで西園木を指導することになります。心のバレーの進化を頑張ってやっていくことが、いわゆる西海市の地域の方々にも応援していただけるような、そういうようなチームになっていくんじゃないかなと。強豪バレー部の看板を下ろすことになった旧分は、部員のほとんどにあたる17人が井上監督の下で競技を続けたいと希望しました。県の教育委員会もやむを得ない自由に当たると転校を認めました。バレーだけじゃないし、人として成長するから。西海市は2005年の発足以降、人口減少が止まりません。市は西園木バレー部をいわば町の活性化のシンボルとして受け入れを決め、今年度部員たちの寮の整備などバレー部関連の予算として1億円余りを支出します。頑張ってるなって言って、なんかみんな注目してますよ。車で撮ると若い子がいるとやっぱりあーって思って見ますよね。先生を思ってまた子どもたちが集まってくれたらいいとは思ってますけどね、転校後半年間は高校体育連盟が主催する大会に出場できない規定があります。そのため西園木は全国大会につながる県高層体には出られませんでした。なんでっていう部分があるけど、でもこう悔しいからこそまた絶対に負けないために頑張ろうっても思いました。天候の代償で大きな大会には出られなくても、彼女たちは他の大会で結果を出し続けます。いつしかスタンドには保護者ではない西海市民も駆けつけるようになりました。一度その西海市の体育館で会った時に見に行ったことあるんです。で今日はもう絶対見に行こうと。ねえ、こんな元気、また勇気と元気といただきました、ありがとうございます。地域とのつながりが広がっています。おはようございます。早朝練習に向かう部員たちへの声かけです。今までは静かだったんですよ、ここにね、人たちが来られるまでは。この時にはだいたい600人にちょっと切れるぐらいですかね。やっぱりこのバレー部さんが来てくれて本当にちょっと活気が出てきたかな。あまり乗らなかったりするときに声をかけてくださると頑張ろうって思えるし、試合で結果の残せるように
頑張らないといけないなって思います。7月にはみっそのぎ高校の卒業生を中心とした講演会も発足しました。寮を皆さんにどんなものか今から紹介します。ここが食堂じゃなくて食堂ですね。で、で中庭があります。来年3月までには新しい寮も完成します。至れり尽くせりの対応に環境の変化に不安があった保護者たちも胸をなで下ろしています。一番ありがたいのはもう本当にこっちに来ていろんな自然な場所でのびのびと生き生きとした顔でしてる姿が一番こうみんな一貫となってしてきてるのかなっていうのが一番嬉しいですね。みっそのぎはチームごと長崎代表に選ばれた国体の九州ブロックの予選を苦しみながら突破し、初の全国大会の切符をつかみました。大分まで応援に駆けつけた地域の人も大興奮です。もう良かったですね。最後までハラハラしました。なんか血圧上がったような気がして体に悪いですね。こんなね人生来ないと思ってた。今月10日、新しい寮の建設現場で地鎮祭が営まれました。魅力を内外に発信していって、そして若い人たちがこの西海市をですね選んでくれる、そのような街づくりを進めていきたい。もう皆様方はその本当に大きな力を担っているということをですね自覚していただきたいというふうに思います。これから新しい寮がどんどん大きくなっていくように、自分たちもこれから来る一つ一つの大きな試合でどんどん成長していけるようにしていきます。新しい地元西海市で地域の人に支えられながらその歩みを進める日本一15回のバレー部、感謝の思いを結果で返すと誓っています。